トマス・マートンは愛は人生を豊かにすると書いた。私はその愛を推奨したい。それは命を始めるもの。なければ私たちは生きていられないだろう。私の静脈は毛細血管一つ一つと契約を交わしている。私の骨は人体一つ一つと約束している。それぞれの臓器は私を一生ここに留めておくと誓った。でも世界が砕けるとこの体の中のあらゆるものがもっと何かを必要とした。だからあなたを見つけた。私の美しい友。そして約束をした。いや、あの約束を。愛してる。そうしたら初めて生きていると実感できた。ささやかな提案を一つ。あらゆる解剖学の教科書の裏に愛の詩を載せてください。生きていることとただ存在することの違いを伝えてください。